グレゴリー・キース・モンロー・ジュニアはアメリカ合衆国出身のプロバスケットボール選手。ポジションはパワーフォワード、センター。ルイジアナ州、ハーベイの高校を卒業後、ジョージ・タウン大学に進学。1年生時にビッグイーストの新人王を受賞。2年生終了後、2010年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。2010年の NBA ドラフトにおいて、 デトロイトピストンズから全体7位指名を受けた。2015年7月2日、ミルウォーキーバックスと3年5000万ドルの契約を、締受けつ。2015年12月12日のゴールデンステート、ウォリアーズでは、チーム最多の28得点11リバウンドを記録し、開幕24連勝中だったウォリアーズの、快進撃を止める、原動力となった。2017年11月7日、 エリック・ブレッド・ソートンのトレードで、フェニックス・サンズに移籍した。2018年2月1日、サンズからウェーブされた。2018年2月8日、ボストン・セルティックスと契約した。2018年4月6日に行われた、シカゴ・ブルーズ戦で、キャリア2度目のトリプルダブルとなる19得点、11リバウンド、10アシストを記録。 試合はセルティックスが111から104で勝利した。2018年8月10日、トロントラプターズと契約した。ラプターズに解雇されボストンセルティックスと10日間契約を結ぶ。4月4日、フィラデルフィアセブンティーシクサーズとシーズン終了までの契約を結んだ。レギュラーシーズンプレイオフ211センチメートルの長身ながらパス能力が高いビッグマン。 NBA 選手ではラマーオドムに例えられる。プレドラフトキャンプ時の身体データスプリントはコート3、4層。ベンチプレスは約8 4キログラム。ありがとうございます。